次に中谷一馬君。立憲民主党の中谷一馬でございます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。まず私からは、政治と金の問題、そしてその改革案について、林官房長官に伺ってまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。私の妻のお父さん、義理の父、深田慎二がですね、林芳正官房長官の、地域の、後援会長を初当選の頃から長く、実は務めておりまして、その関係でですね、うちの父からは林は将来、総理になって、総裁になって、国を良くするために働く男だと思っていると、私実は耳にタコができるぐらい聞かせていただいておりまして、その中で私自身もですね、林長官が、将来の、総裁候補のお一人であるということは思っておりますので、本日はそういった前提でですね、質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。で、ありがとうございますで、その中でなんですが、ここからはちょっと厳しく入らせていただきたいと思うんですけども、政治と金の問題に関してですね、与野党の、政治改革案が出てきておりますが、自民党の案が、とにかく甘い、甘すぎるということを思っております。こちら資料を配布させていただいておりますが、罰則強化に関して、自民党は具体策なし、多くの野党は連座制導入で政治家が責任を取る体制整備、政治資金パーティーに関しては、自民党は個人のパーティーへの規制はなし、多くの野党は企業団体による、県の購入禁止や、全面禁止などの規制強化、企業団体献金に関して、自民党は、禁止に否定的、多くの野党は禁止廃止、政策活動費に関して、自民党は使途公開に否定的、多くの野党は禁止廃止という状況になっていますけれども、こうした政治と金の問題に対する各党の改革案に対して、長官ご覧になれて、どのように受け止めていらっしゃいますか。林官房長官。まずはお父様には大変、95年の最初から大変お世話になりましたことを改めて御礼を申し上げるとともに、そのご縁で中谷先生の結婚披露宴にもお招きをいただきまして、本当にありがとうございました。ここからは答弁をさせていただきますが、政治資金の透明性向上などの観点から、御党はじめとして連座制の導入や企業団体献金の禁止など、さまざまな政治改革の案が示されているものと承知しております。政治資金に関するルールにつきましては、各党各会派においてご議論いただくべきものと認識しておりまして、個々のご提案について政府の立場からコメントすることは控えますが、国民の政治に対する不信の声は真摯に受け止めなければならないものと、そういうふうに認識をしております。で、私が所属しております自民党におきましても、岸田総理が、これは総裁として述べられておるとおり、運用面での改革を先行させつつ、政治資金の透明化、公開性の向上、より厳格な責任体制の確立、厳格化等についてですね、党としての考え方、これを可能な限り早急に取りまとめて、各党と協議を行っていくと、こういう方針であるというふうに承知をしております。委員長。中谷一馬君。林、はい、長官、これ見ていただければ分かると思うんですけれども、自民党がですね、企業団体献金、例えばこれ、禁止にしますと、廃止にしますと言っていただければ、他の野党はほとんど乗れるんですよ。で、罰則の強化も連座制の導入、これに関してもですね、自民党がやると言っていただければ進んでまいります。政治資金パーティーも、やはりこの全面禁止であったりとか、企業団体による券の購入の禁止、こうしたものをやると言っていただければすぐに進んでいくと思いますので、どうか官房長官から総理に対してですね、もっとしっかりとリーダーシップを発揮して具体案を示していただくように促していただけませんか。林官房長官。まさに総裁として総理が述べられているようにですね、今ございましたこと、政治資金の透明化、公開性の向上、より厳格な責任体制の確立、厳格化と、こうしたことについて、党としての考え方をですね、可能な限り早急に取りまとめて、各党と協議を行っていると、こういうふうに申されております。私は党の方で総理をお支えする党の役員としての立場はございませんで、官房長官ということで、政府としてお支えする立場でありますが、今日委員からそういうご指摘があったということは、しっかりとですね、共有させていただきたいと思っております。
中谷君。ありがとうございます。ぜひよろしくお願い申し上げます。で、その中でなんですけども、岸田総理がですね、2月の14日に、説明責任を、という言葉、この言葉102回、使われたそうでありまして、非常に1日で102回ってもう相当な数字だと思うんですね。で、よほど説明責任を果たしているのかなということを、まあ、見ておりましたら、議事録読むとですね、ほとんどが抽象的な言葉で具体的な議論はほぼありません。逃げに逃げ回って、まあ、ゼロ回答を繰り返しているという状況があります。で、結果として何が起こっているかというとですね、他の委員会の質疑もそうなんですけども、説明責任を果たしているとは到底言えない、状況でありまして、この政治と金の問題に対してですね、NHK の世論調査で、説明責任を果たしていると答えた方がたったの 2% しかおりません。その中で、総理を筆頭とした政府与党は現在、この説明責任をそもそも果たせていると考えているのか、長官お答えください。林官房長官。この個々の世論調査の結果の要因等について、まあ、政府としてコメントすることは控えますけれども、国民の政治に対する不信の声、これは真摯に受け止めなければならないものと認識しております。で、政府の立場ということで、一般論として申し上げますれば、まあ、それぞれの関係者においてですね、引き続き適切に説明責任を果たすということが重要であると考えております。岸田総理も自民党総裁として、関係者に説明責任を尽くすことを、まあ、党として促していく旨述べられておりまして、この方針に沿って対応されるものと考えております。長谷君、説明責任という言葉だけではなくてですね、ぜひ具体論も含めて、示していただきますように総理に促していただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。で、その中でなんですけども、ちょっと具体的な話に入らせていただきたいと思います。次は政府参考人に聞いてまいりたいと思うんですけども、こちらですね、自民党の東京都第24区選挙区支部代表萩生田光一議員の収支報告書です。このような形で収支報告書に不明と記載されていますが、本来的には収支報告書、添付文書の不記載、虚偽記載に関する違反は、重過失の場合も含めて、5年以下の禁錮または100万円以下の罰金、そして公民権の停止となる大問題でありますが、本件については立件や課税をされる状況には至っておりません。そこでまず確認させていただきますが、政治資金収支報告書で収入総額、支出総額などの記載欄ににて不明と書かれて提出をされると、これどのような問題が発生するのか、端的にご答弁をいただければと思います。総務省三橋審議官。お答えいたします。総務省としては、個別の事案につきまして、実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えをさせていただきます。その上で、一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきまして、政治団体の会計責任者は毎年12月31日現在で、政治団体にかかるその年のすべての収入、支出等を記載した収支報告書を作成し、都道府県の選挙管理委員会、または総務大臣に提出しなければならないと規定されております。何らかの事情によりまして、政治団体側で収支報告書を正確に記載することができない場合に、記載できない項目について、不明と記載された収支報告書の提出や訂正があったとしても、そのような場合に実務上受け付けない取り扱いとはしておりません。政治資金規正法上、総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に与えられている権限は、いわゆる形式的審査権のみとなっております。これは政治活動の自由を尊重し、本来自由であるべき政治活動に対する行政庁の関与を必要最小限にとどめるべきであるという考え方に基づくものであると承知をしております。また、不明と記載された収支報告書の提出や訂正があった場合には、不明の部分につきましては、判明した時点で訂正する旨を宣誓書に記載をいただいております。以上。はい、長谷君。ありがとうございます。要するに政治家は一般国民と比べて優遇されている状態があるということなんですね。で、その上でなんですけれども、X、まあ、SNS の X にてですね、確定申告書に、収入金額や、所得金額等の記載欄に不明と記載して、
これで確定申告を終わったとするポストが、大変反響を呼んでおりまして、2月16日、本日時点で約450万回、表示されております。内閣委員会では、SNS の画像を添付資料として、配ってはいけないということでございましたので、私の方で類似のサンプルを作成をさせていただきました。こういった資料でございます。で、そこでこれ、本件についてですね、政府参考人、まず伺いますけれども、本資料のように、確定申告で収入金額等や所得金額等の記載欄に不明と書いて提出すると、実際にはどのような問題が発生するのか、端的にご答弁をください。国税庁、田原部長。お答えいたします。申告納税制度の下では、まずは納税者の方々におきまして、ご自身の収入や必要経費を計算し申告していただくことになります。一般論として申し上げますと、収入金額や所得金額の記載欄に不明と記載された申告書が提出された場合、税務署におきまして納税者に対して電話や文書により申告内容の確認および自主的な見直し依頼をさせていただくことがございます。その上で課税上問題があると認められるにもかかわらず申告内容の見直しをしていただけない場合には、税務調査を行うなど、適正公平な課税の実現に努めることとしております。今後とも適正公平な課税の実現の観点から適切に対応してまいりたいと考えております。委員長、中谷君。要するに国民に対してはしっかりと、厳しく対応するということなんですね。で、ここから長官に伺わせていただきますけれども、本件について、これ、大変反響を呼んでいる X のポストに付随するコメント、これ、読み上げさせていただきます。政治家を見習う感じですね、国民もこれでよいやろう、今年は不明で OK の年にしてほしい、何か言われても記憶いないって言えば大丈夫、使途不明でも経費で落ちるって本当ですか、かっこ3000万円以下の条件があるようですけど、国税からも検察からも OK 出ていますから安心ですね、など、本来、模範となるべき政治家が行った行動に対して、不公平感、不平等感、これが広がっている現状があります。こうした国民からの厳しい指摘に対してですね、こういった画像が出回ってしまうぐらい、非常に厳しい状況になっている。このことについて長官、どのように受け止められますか。内閣官房長官。先ほど世論調査についても申し上げたとおりですね、一つ一つについて政府の立場でコメントをすることは差し替えなければならないと、こういうふうに思っておりますが、こういう一連の事態が起こっていることについてですね、この真摯に受け止めて、政府としても政治不信を払拭するために日々の政策をしっかりと実行していくと、このことが大事だというふうに思っております。委員長、中谷君。その政治不信を払拭をしていただくためにはですね、しっかりと行動をしていただくことっていうのは重要だと思います。それでこれ自民党の多分議員さんからの質疑だったと思うんですけども、やはりその使途不明の裏金を作った人に関しては納税をした方がいいんじゃないかという趣旨のご質問をされて、党内でも検討されているという報道が出てまいりました。でその中でこの使途不明などの場合には、課税対象として税を納付させる案の検討に入ったとの報道ですけれども、そもそもこれ、派閥から個人への支出が行われていたということを認めたという認識でよいのか、またいつごろ何名程度の議員に納税させる想定であるのか、教えてください。林官房長官。ご指摘の報道については承知をしておりますが、党の方の対応に関わる事柄でありますので、官房長官の立場でお答えすることは控えたいと思います。その上でございますが、岸田総理は総裁として、報道にあるような検討が行われているということは全く承知していないというふうに、総裁の立場で述べられていると承知しております。委員長、中谷君。長官、私たちも平時ならですね、党に関するような話を官房長官に聞くなんていう野暮なことはしませんよ。でも、なんで聞かなきゃいけなくなっているのかというとですね、多くの国民、そして私たちも含めてなんですけれども、この政治と金の問題をしっかり正していかなきゃいけない、国の一大事だと思ってます。で、質問通告でも私は初めて、こうした文言を入れさせていただきました。官房長官への質問は、総理大臣の代理としても伺いますので、質問事項につきまして、
政府与党とお話をしていただいた上でご答弁を願います。本当にこれ初めて私は入れさせていただきました。官房長官は内閣の要であり首相の右腕と言われる存在です。内閣の事務を総括し、首相と毎日顔を合わせて、国会や与党との調整役を担いつつ二人三脚で、政権運営を挑む、第二次岸田内閣の内閣総理大臣の臨時代理第一順位の林芳正官房長官に伺わせていただいています。どうか真摯に国民に向き合ってさまざまご答弁をいただけませんか。林官房長官。他ならぬ委員からのご質問ではございますが、このお尋ねが党務に関する事柄でございます。先ほど少し申し上げましたように、党において総裁を補佐する、党の役員と、そうした党における立場というのをですね、有しておらないということで、お答えする立場にはないと申し上げたとおりで、ございます。で、一人の政治家として申し上げますればですね、やはり政治資金収支報告書の内容等々については、やはり関係者において説明がなされると、このことが大変重要であるというふうに認識をしております。長谷君。一人一人の政治家がしっかりと説明責任を果たしていただく、このことも重要だと思いますが、やはり総理が総裁としてリーダーシップを発揮していただくことも極めて重要なことだと思っています。党のことだからお答えできないという話だったんですけども、国民の皆さんは今日から確定申告が始まってるんですね。で、その中でやっぱり裏金を作った国会議員が使途不明のまま納税をしないまま、国民が納得感を持って納税できるかといえばそういった環境にないわけです。今やっぱり私たちが範を示して脱税していた議員がいたということを率直に認めていただいて、しっかりと納税を促していただくということ、このことは極めて重要なんじゃないかと思いますけど、いかがでしょうか。林官房長官。はい、先ほどもお答えした通りでございますが、冒頭申し上げましたようにですね、こうしたことが起こって政治不信を招いているということは大変遺憾なことであると、こういうふうに申し上げた通りでございます。このご質疑があったということはですね、政府において総理を支える、総理は総裁でもあられますので、この総理に対してですね、しっかりと共有をしたいと思っております。委員長。ありがとうございます。ぜひよろしくお願い申し上げます。総理に対してできればこちらも伝えていただければと思うんですけども、SNS やメディアで総理もご覧になられているかもしれません。先日おっしゃったですね、法令にのっとり適切に申告納税を行うようにお願いしたいということに対して、多くのメディアでですね、お前がな、自身のことをしっかりとやってと、厳しい、コメントが寄せられています。裏金捨てておき、納税呼びかけという、言葉は X のトレンドワード入りまで、している現状であります。信頼回復のために、火の玉になるどころか、国民の怒りにですね、火をつけて、火だるまになっている状態かと思いますので、やはり総理自身がですね、襟を正して自浄作用を促していただく必要があるということを思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。で、その中でなんですが、やはり長官、これ納税を司る、政府の代表としても伺いたいんですけども、使途不明、のお金を持っている、まさにその裏金として現在持ってしまっている、状況がある議員に対してですね、今納税することを呼びかけずに国民が納得して、納税ができるかといえばそういった状況にないと思います。で、その中でこの今年の納税率、これを下がってしまう懸念というのを私は少なくとも持っているんですけども、長官はそうしたご懸念はお持ちではありませんか。林官房長官。一般論になってしまいますが、国税庁においてはですね、さまざまな機会を捉えて課税上有効な各種資料情報の収集、これに努めております。課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして適正公平な課税の実現に努めておりまして、この点はですね、対象が政治家であろうがなかろうが取り扱いを変えることはないというふうに承知しております。渡辺君。これ最近政府参考人で今日田原課税部長出席していただいてますかね。ありがとうございます。記事を拝読をさせていただきました。
その中で国税庁の使命である納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現することは大事だという、こういった趣旨を述べられていたんですけれども、今そういったことができそうな状況ですか。現場でお困りごとやトラブルは発生していませんか。お答えください。国税庁田原部長。お答えいたします。本日2月16日確定申告開始ということでございまして、今現在で総議員ご指摘のようなトラブルが発生しているという報告は聞いてございません。委員長。永谷委員。それでは問題なく、納税、が行われていくという認識を持たれているということでよろしいですか。はい。国税庁田原部長。お答えいたします。繰り返しになって恐縮でございますが、本日確定申告開始したばかりでございます。今現在においてご指摘のようなトラブルが発生しているという報告は聞いてございません。委員長。中谷委員。また何かありましたらぜひ教えてください。で、次に昨日、自民党が行った聞き取り調査の結果が出てまいりましたので、これに関連して長官に伺わせていただきたいと思うんですけども、長官、こちらそもそもご覧になられましたか。林官房長官。まだ出たばかりでございますので、つぶさに読んだということではございませんが、さっと目を通させていただきました。委員長。永谷委員。ありがとうございます。ということであれば、私の方からちょっとどんなことが書かれていたかということを少し読み上げさせていただきたいと思うんですけども、これ、匿名だったので誰が言ったかということは分からないんですけども、派閥の幹部の先生方は細田会長や安倍会長に不記載を止めて記載すべきという上申をすることができたはずであり、幹部が不記載をやめようと動くべきだったと思う。幹部の責任は重いと思う。このような慣習が続いていたことについて、幹部の先生方に憤りを感じている。派閥から記載しなくていいと言われたので、裏金みたいなものではないかと思い、全額残した。疑義がないように、清和権の文字が入った口座で保管していた。細田氏に返すと言ったし、安倍氏にもおかしいと言った。他の議員も言っていた、などというコメントがありました。当然、幹部には責任はあると思うんですけれども、私、このコメントを見てですね、多数の議員が違法性を認識しながら、この人たちは自分がまるで被害者のようにですね、説明をしていることに対して、極めて違和感を感じました。あまりにも他人事、多責的な発言に対して、長官、これ、どのように思われますか。私はちょっと順法精神が乏しいんじゃないかなということを思ったんですが。林官房長官。この報告書でございますが、自民党において外部の弁護士を交えた関係者への聞き取りをされて、その結果が弁護士のチームによって報告書として取りまとめられたものと承知をしております。で、この党の調査については官房長官の立場でコメントすることは差し控えますが、総理がですね、自民党総裁として説明責任が今回の聞き取り調査や政治資金収支報告書の修正をもって果たされるというものではないこと、今後ともあらゆる機会を捉えて国民の信頼回復に向けて関係者には説明責任を果たしてもらわなければならないし、党としても求めていくこと、こう述べられておられます。こうした方針に沿ってですね、引き続き対応していくものと考えております。長谷君。外部の第三者に任せると言いながらですね、弁護士の選任プロセスも分からず、匿名で、肝心なことは何も書いていない、お手盛り感満載の、報告書でありました。で、その中でこれ、使途は、政治活動以外ゼロ、違法性のある支出はゼロ、これ本当ですかと疑問を抱かざるを得ないような、非常にもやもやする内容です。これ以上、自前を調査をされることに限界があるんじゃないかなということを思いますので、客観的な第三者機関をですね、与野党を協議した上で設立をしていただいて、真相解明をしっかりと果たしていただいた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、長官いかがでしょうか。林官房長官。先ほど申し上げましたように、
この総理がですね、自民党総裁として、この今回の聞き取り調査や政治資金収支報告書の修正をもって説明責任が果たされているものでないこと、こういうふうに申されておられるところで、ございます。このあらゆる機会を捉えて信頼回復に向けて、関係者には説明責任を果たしてもらわなければならないし、党として求めていくと、こうした方針でございますので、党としてこうした方針に沿って対応をしていくものと考えております。中谷、しっかりと対応していただくように総理に促していただければと思います。で、続けて、大規模パーティーの件について伺ってまいりたいということを思っております。岸田首相がですね、代表を務める政治新政治経済研究会は2022年に7回パーティーを行って、収入1000万円以上の特定パーティーはそのうち6回、利益率は 87.7% で総額1億3609万円程度の利益が計上されています。また林芳正官房長官が代表を務める林芳正を支える会は2022年に7回パーティーを行い、収入1000万円以上の特定パーティーはそのうち4回、利益率は 81.5% で総額6995万円程度の利益が計上されています。しかしながら閣議決定されている国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範では、パーティーの開催自粛、政治資金の調達を目的とするパーティーで国民の疑念を招きかねないような大規模なものは、開催は自粛すると記載をされていますが、岸田文雄総理大臣、林芳正官房長官が率先して大規模パーティーを開催して多額の資金を得ていることに関して、これ国民の理解を得られると思っていますか。林官房長官。この大臣等規範でございますが、公職にあるものとしての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、国務大臣等が自ら律すべき規範として定められたものでございます。で、この大臣等規範にいう政治資金の調達を目的とするパーティーで、国民の疑惑を招きかねないような大規模なものに当たるか否かの具体的な基準が特に定められているものではなく、同規範の趣旨を踏まえて各国務大臣等が適切に判断すべきものということでございます。で、その上で岸田総理ですが、総理大臣就任前から続けてきた勉強会であり、国民の疑念を招くようなものではなく、大臣等規範に反するようなものではないと考えている旨答弁されていると承知をしております。また私の政治資金パーティーについても、おそらく外務大臣時代ということだと思いますが、大臣就任前からずっと続けてきた勉強会等でございまして、国民の疑念を招くようなものではなく、大臣等規範に反するようなものではないというふうに考えております。長谷、これのまさにこの大規模の部分の、決まりがなくて、各大臣で適切に判断をされるということなんですけれども、これじゃあ長官の考える大規模というのはどのくらいの規模になるんですか。林官房長官。先ほども申し上げましたようにですね、この具体的な基準は特に定められているものではなくて、同規範の趣旨を踏まえて各国務大臣等が適切に判断すべきものと、こういうことでございます。で、この規範の趣旨というのはですね、この大臣であるというようなことの地位を利用してですね、この何かパーティーを大きくすると、まあ、こういうことでは、そういうことを、まあ、律すべきと、こういうことであると、こういうふうに思っておりまして、そういった意味でも、先ほど申し上げました私のパーティーについては、まあ、就任前から続けてきた勉強会等であるということを申し上げたところでございます。委員長、私はどうぞ。長谷、定義がないなら、これを機会に大規模の定義を定めていただいて、閣議決定で決めていただいた方が非常に明瞭になるんじゃないかなと思うんですが、いかがですか、長官。林官房長官。いろんな経緯がありまして、こうしたこの規範が定められております。そうした経緯等も踏まえながらですね、委員が今ご指摘がございましたので、それを受け止めてどうするかは普段に考えていかなければならないと思っております。
長谷君、ぜひご検討いただければと思います。でその上で大臣自身はこれからも、私はこの大規模はやっぱり1000万円の特定パーティーというのはそれに該当するんじゃないかなと思うんですけども、1000万円以上の規模のパーティーを林長官自体はこれからも続けるおつもりですか。林官房長官。いわゆる政治と金をめぐってですね、国民の皆様から厳しい目が注がれていると受け止めております。私の政治資金パーティーについては、この官房長官就任以来解散しておらないところでございますが、私の政治資金パーティーについてはそうしたことも踏まえながら引き続き検討していきたいと考えております。委員長。長谷君。おっしゃる通り、政治と金の問題で非常に政治資金パーティーに対する疑義の目が向いております。まあ、本来健全に行っていたパーティーが問題だったかといえばそうではなかったと思いますけれども、まあ、その裏健太郎さんがですね、個人のパーティーでも裏金をため込んでいて起訴をされたという事案もありますので、これからは政治家全体が襟を正していかなければならないと思います。それを率先して大臣の皆さん、長官を含めてですが、皆さんに正していただきたいと思いますので、どうか政治全体で襟を正すような率先垂範をお願いしたいと思います。それではすいません、自民大臣お待たせしました。長谷君。はい、万博の話に少し入らせていただきたいと思います。私これ昨日の報道で見たんですけども、大阪関西万博の建設においてトイレ1箇所に対して約2億円の工事費用をかける契約事例があると報じられていますが、これは事実でしょうか。自民大臣。委員ご指摘の報道については承知をしております。まずご案内のように万博の博覧会会場でございますが、東京ドーム34個分の155ヘクタールがございますため、博覧会協会が準備をいたします公衆トイレ施設でありますが、会場全体で約40箇所を計画しております。便器の数で言えば約1650基となります。その他民間パビリオンや海外パビリオンにもトイレ施設が準備をされる予定となっております。そのうちお尋ねの8箇所についてご指摘の若手建築家を活用した公衆トイレ施設を活用する予定がありまして、それぞれの施設の便器は約60から40など数十個配置されるものであります。ご指摘いただきましたように、そのお尋ねの8箇所のうち2箇所につきましては約2億円で契約をいたしました。その上でありますが、万博会場の設置整備にあたりましては、来場者が安全かつ快適に万博体験を楽しめるよう、デザイン性やユニバーサルデザイン、環境配慮等に留意することを2020年に決定した基本計画において定めているところであります。ご指摘の博覧会の会場内のトイレにおきましても、今後活躍が期待される若手建築家が設計を担い、機能性、美しさ、施工性、コスト、また会期後のリサイクル等を考慮して使用を決定し、競争性のある入札により契約に至ったものであると承知をしております。また費用の適正化を継続的にモニタリングするために、経産省に外部からなります2025年大阪・関西万博予算執行監視委員会を設置することとしております。現在も設置をいたしております。こうした新たな仕組みも活用いたしながら、コストダウンに向けた博覧会協会の不断の努力がされるよう、政府としてもしっかりと監督管理に徹底してまいりたいと思ってございます。以上。長谷君。トイレ1箇所に対して約2億円、はい、豪華絢爛なのかもしれないですけど、これさすがに高すぎませんか。私は身を切る改革とは程遠いと思うんですが、いかがでしょうか。自民大臣。繰り返しになって恐縮でございますが、新たな枠組みも設置をしてございます、大阪・関西万博の、予算執行監視委員会でございます。その中で、しっかりとコストダウンに向けた不断の努力がされるように、政府としても管理監督を徹底していくと同時に、魅力のある万全の準備に取り組んでまいりたいと存じます。長谷君。デザイナーズトイレということなんですけれども、これはテーマの命輝く未来社会のデザイン、何か関係があるんですか。私には少なくとも無駄遣いの極みに見えるんですが、いかがでしょうか。自民大臣。
博覧会の趣旨に沿いまして、若手デザイン、若手建築家が設計を担いまして、その能力を十分に発揮していただきまして、機能性、美しさ、施工性、コスト、また会期後のリサイクル等を考慮して使用を決定したものでございます。その趣旨に沿いまして、しっかりと若手建築家の皆様には見直しの期間も深めまして、全体の費用がかさむことないような工夫も繰り返ししていただいた上での決定ということをご理解いただければと思います。はい、永谷君、時間経過しておりますのでおまとめください。すいません、私の時計ではまだちょっと5秒ぐらいあったんですが、それでは委員長からの指摘でありますので、こちらで、終了させていただきたいと思います。またいろいろ聞きたいことがありますので、また今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい。